コリア国際学園は2008年4月に大阪府茨城市に開校したインターナショナルスクール。授業は原則として朝鮮語で行い、土曜授業、一般公立学校の約3倍の週12時間の英語授業の実施、放課後や夏季休暇中の進学に向けた手厚いバックアップ体制、全国有数の進学塾との提携などを掲げている。同校は国内外の大学への 現役合格を目標としているため、このようなカリキュラムが組まれている。こうしたカリキュラムには、コリアバイエリート養成校と批判する声もあるが、教唱中は実践的な学力をつける試みであり、勝ち組のための学校にするつもりはないと反論している。学校教育法の一条校の指定を受けると授業の大半は日本の教科書を使って日本語によって行われるため、 教育目的を達成することはできないとしている。このため特定非営利活動法人によって運営されている。この間にも理事長交代、校長交代、学園長、理事等の一部自体など、人事の陣用も変わっている。校舎は大阪府茨城市とヨ川は2丁目であるが、開校時には建設完了していなかった。このため生徒は入学直後韓国の アヒムラ平和学校へ移動し、その後、鶴橋の仮校舎に移動した。2008年9月2日に、本校舎の竣工式が行われた。2010年12月8日付の文部科学省告示、第163号、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び、高等学校等就学支援金の支給に関する、法律施行規則第1条第1項。 第2号派の規定に基づき、公立高等学校にかかる授業料の不徴収及び、高等学校等修学支援金の支給に関する、法律施行規則第1条第1項、第2号位、老及び、派の各種学校及び団体を指定する、区団の一部を改正する告示で、2011年4月1日から、高等部の第1学年から第3学年までの、過程に限り、 高校無償化の適用対象となった。改学にあたっての設立準備委員は以下の通りである。ありがとうございます。